食の道具の町、カッパ橋この動画は前半は少しゆっくりのスピードで漢字には振り仮名がついています後半は少しだけ早くなり漢字に振り仮名はありません学習にお役立てください今回は食の道具の町として有名なカッパ橋を学びながら 日本語を勉強しかっぱ橋は東京にある食の道具を売る店が170軒集まる問屋街です問屋は業者に物を売る店ですがかっぱ橋の店は個人にも商品を売りますカッと聞くと。 日本の妖怪として知られるカッパをイメージする人もいるかもしれませんカッパ橋のカッパは雨具の方のカッパです音だけ聞くとカッパとカッパは全く同じ発音ですカッパ橋には料理人や飲食店経営者たちが買い物に来ますが観光客も多く訪れます 外国人にも人気のスポットになっています食の道具がなぜ一般の人々をそこまで魅了するのでしょうかカッパ橋の観光地としての魅力を紹介しますカッパ橋についてカッパ橋は東京都台東区にあり近くの有名観光地には浅草 上の隅田川スカイツリーがあります最寄り駅は東京メトロ銀座線田原町駅です百七十点はかっぱ橋道具街通りという広い道路の沿線800メートルにずらっと並んでいます百七十点が売る食の道具は何かというと食器 調理器具、厨房備品、包むもの、調理衣装、食品サンプルなどです。5階建てのビルの屋上に立つシェフの巨大人形は、カッパ橋のシンボルになっています。カッパ橋で売っている食の道具はプロ用ですが、一般の人もこれを求めるようになり、 いろいろな人で賑わう街になりましたカッパ橋の店は食のビジネスにも進出しています飲食店を始める人をサポートしたりキッチン設備を設置したりしていますカッパ橋をこう楽しもうカッパ橋の楽しみ方を紹介しますまず食料理 飲食店に興味がある人は、その品揃えに圧倒されることでしょう。包丁の種類ってこんなにあるのかと思うでしょう。皿を一気に100枚買うこともできるのか、と驚く人もいるはずです。食や調理に興味がない人は、食の道具を見て何が楽しいのかと思うでしょうか。 しかし料理をしない人でもかっぱ橋は楽しめます食に関心がない人でもかっぱ橋の店で売っている食品サンプルを見たら欲しくなるはずです食品サンプルは後で詳しく紹介します食に関心がない人がかっぱ橋の店に入ったらこれは何に使うのか と思うものを次々発見するはずです食に興味が湧いてきますよカッパ橋で買える食の道具カッパ橋で買える食器は陶磁器、皿、茶碗、マグカップ、ワイングラス、スプーン、フォーク、漆器、ヨーロッパの高級食器などです かっぱ橋で買える調理器具は、洋包丁、和包丁、圧力鍋、中華鍋、フライパン、おろし金、すり鉢、お玉、ボール、調味料入れなどです。かっぱ橋で買える厨房備品は、調理台、シンク、ガスコンロ、オーブン、換気扇、作業台、 保存庫、除かっぱ橋で買える食品を包むもの包材は包装フィルムラッピング紙フードバッグプラスチック容器抗体熱アルミホイルなどですかっぱ橋で買える調理衣装は調理用エプロンシェフ帽子クックパンツ調理用前掛け 厨房用スリッパなどですす外国人を魅了カッパ橋橋に外国人が訪れるのは日本のものに触れられるからだと思います特に金属製品が海外の人には魅力的なようです鍛冶職人が作る和包丁は切れ味が良いのはもちろんのこと。 デザインが侍の刀のようだと喜ばれています「火事とは金属を熱した後に叩いたり急速に冷やしたりして金属の性質を変える加工法です南部鉄器は東北地方で作られる鉄製の鍋や鉄瓶などのことで これも職人の技が光る食の道具として、カッパ橋で外国人に注目されています。野菜の皮を剥くピーラーは世界中で売られていますが、カッパ橋で売っているピーラーは段違いに剥きやすいととても評判です。カッパ橋で売っている商品の中には、 中国などののアアジアで作られたものも多数あります。しかし日本人が企画開発して製造したものや日本人バイヤーが海外から調達したものには日本らしさや質の高さがありますかっぱ橋が支える伝統技術。 日本はものづくりの国として昔から食の道具を作ってきましたが最近は安価な外国製に押されて日本メーカーは苦戦していますその中でかっぱ橋の店は良い道具を適正価格で売って日本メーカーを守っています日本の地方メーカーにとってかっぱ橋は心強い存在です 先ほど紹介した南部鉄器は約400年の歴史を持ち、鋳造という方法で作ります。南部鉄器で沸かした湯で茶を入れるとまろやかになります。新潟県のつばめ市と三条市は金物の町で、合わせてつばめ三条と言います。刃物や金属食器を多く作っていて、かっぱ橋でも人気の商品です。 新潟県は米の産地で農業が盛んなのですが江戸時代に突然燕三条で金属製品が作られるようになりました農家の人たちが農作業がない時に日本古来の釘、和釘を作ったのが金属と関わるきっかけとされています和釘とは ヨ釘が日本に広まるまでは日本の建造物になくてはならない日本独自の製法で作られた釘のことです一般的に釘というと明治時代以降に輸入された洋釘を指すことが多いです和釘と洋釘は見た目も異なりますが製造方法も異なりますヨ釘は、 工場で大量生産されますが枠釘は一本一本手打ちで仕上げられます枠釘には洋釘にはないメリットもたくさんありましたが一本一本手打ちで仕上げられることもあり洋釘より高価でしたそこに安価で高性能な西洋の釘が輸入されるようになって枠釘が売れなくなり 刃物などの金属製品を作るようになりました食品サンプルかっぱ橋の名物商品に食品サンプルがあります飲食店が客に料理を紹介するときに使いますが芸術性が評価されるようになりました 食品サンプルは料理と全く同じ形をした立体物です。日本人が発明したもので飲食店の店頭に置くと客が料理をすぐに理解できます。食品サンプルの素材は塩化ビニールやシリコン樹脂などです。本物の食材から型を取り色をつけて本物の料理のように盛り付けます。 カッパ橋の元祖食品サンプル屋はまるで食品サンプルの美術館1932年創業の技術で作る作品は本物より本物っぽく見えます。カッパ橋の砂糖サンプルは1925年創業海外からも注文が来るほど確かな技術で テレビ番組の小道具に使われることもあります有名店を紹介かっぱ橋には専門性が高すぎたり店内が狭かったりと観光客が訪れにくい店もありますそこで一般の人が訪れやすい有名店を紹介します高橋総本店は陶器店。 洋食器店、調理道具店があり、何でも揃います。デモキッチンでは客が実際に道具を使うことができます。和の器、でんがまは、陶器のセレクトショップです。ましこ焼き、みの焼き、はぎ焼き、有田焼きといった日本を代表する産地の食器が並びます。 マジマや菓子道具店に入って驚かされるのは1,400種類のクッキー型でしょう和菓子洋菓子パンを作る道具を置いています箸だけを売っているのが箸とう本店ですユニオンは喫茶店やバーが使う道具をほぼ全て揃えています 喫茶店やバーが使う食材も扱っています双子のマークのドイツの刃物メーカーツバイリングもカッパ橋に出店しています世界の食道具メーカーからも注目されています鎌朝商店は100年以上の歴史を持つ包丁専門店でパリに日本の料理道具の店を出しました かっぱ橋から世界への流れもあるわけですかっぱ橋の歴史について動画の冒頭でも少し紹介しましたがかっぱ橋の由来は日本の雨具であるかっぱですがイメージキャラクターに空想上の動物カッパを使っていますその昔 カッパや木八という人がカッパ橋エリアの土地を整備したことが由来になっているのですが別の説もありますカッパがカッパや木八の仕事を手伝ったという話や侍が副業で作ったカッパをこの辺りで干していたという説もあります道具の店が集まる場所としてのカッパ橋の始まりは 1910年頃で最初は小道具屋が数点あるだけでした当時の繁華街である浅草に近かったことから飲食店の小道具を扱う店が増えて道具の町が食の道具の町になりました現在のかっぱ橋になったのは戦後1945年以降です 毎年10月9日は道具の日で、かっぱ橋では、かっぱ橋道具祭りが開かれます。食の道具の街、かっぱ橋はいかがでしたか東京に訪れた際には、ぜひ、かっぱ橋にも遊びに来てくださいね。今後の動画制作に活かしますので、 感想をぜひコメント欄から教えてくださいそれではまた別の動画でお会いしましょう前半お疲れ様でしたここから先は読み上げ速度が20%速くなりますそれでは後半スタートです食の道具の街カッパ橋 はじめかっぱ橋は東京にある食の道具を売る店が170軒集まる問屋街です問屋は業者に物を売る店ですがかっぱ橋の店は個人にも商品を売ります「かっぱ」と聞くと日本の妖怪として知られるかっぱをイメージする人もいるかもしれませんかっぱ橋のかっぱは 雨具の方のカッパです音だけ聞くとカッパとカッパは全く同じ発音ですカッパ橋には料理人や飲食店経営者たちが買い物に来ますが観光客も多く訪れます外国人にも人気のスポットになっています食の道具がなぜ一般の人々をそこまで魅了するのでしょうか かっぱ橋の観光地としての魅力を紹介します。かっぱ橋について。かっぱ橋は東京都台東区にあり、近くの有名観光地には浅草、上野、隅田川、スカイツリーがあります。最寄り駅は東京メトロ銀座線、田原町駅です。170点は、 かっぱ橋道具街通りという広い道路の沿線800メートルにずらっと並んでいます。170店が売る食の道具は何かというと、食器、調理器具、厨房備品、包むもの、調理衣装、食品サンプルなどです。5階建てのビルの屋上に立つシェフの巨大人形は、かっぱ橋のシンボルになっています。 かっぱ橋で売っている食の道具はプロ用ですが、一般の人もこれを求めるようになり、いろいろな人で賑わう街になりました。かっぱ橋の店は食のビジネスにも進出しています。飲食店を始める人をサポートしたり、キッチン設備を設置したりしています。かっぱ橋をこう楽しもう。 カッパ橋の楽ししみ方を紹介しま,すまず食料理飲食店に興味がある人はその品ぞろえに圧倒されることでしょう包丁の種類ってこんなにあるのかと思うでしょう皿を一気に100枚買うこともできるのかと驚く人もいるはずです食や調理に興味がない人は 食の道具を見て何が楽しいのかと思うでしょうか。しかし料理をしない人でもカッパ橋は楽しめます。食に関心がない人でもカッパ橋の店で売っている食品サンプルを見たら欲しくなるはずです。食品サンプルは後で詳しく紹介します。食に関心がない人がカッパ橋の店に入ったら これは何に使うのかと思うものを次々発見するはずです。食に興味が湧いてきますよ。カッパ橋で買える食の道具カッパ橋で買える食器は、陶磁器、皿、茶碗、マグカップ、ワイングラス、スプーン、フォーク、漆器、ヨーロッパの高級食器などです。 かっぱ橋で買える調理器具は、洋包丁、和包丁、圧力鍋、中華鍋、フライパン、おろし金、すり鉢、お玉、ボール、調味料入れなどです。かっぱ橋で買える厨房備品は、調理台、シンク、ガスコンロ、オーブン、換気扇、作業台、保存庫、 除かっぱ橋で買える食品を包むもの包材は包装フィルムラッピング紙フードバッグプラスチック容器抗体熱アルミホイルなどですかっぱ橋で買える調理衣装は調理用エプロンシェフ帽子クックパンツ調理用前掛け厨房用スリッパなどです。 外国人を魅了するカッパ橋カッパ橋に外国人が訪れるのは日本のものに触れられるからだと思います特に金属製品が海外の人には魅力的なようです家事職人が作る和包丁は切れ味が良いのはもちろんのことデザインが侍の刀のようだと喜ばれています鍛冶とは 金属を熱した後に叩いたり、急速に冷やしたりして金属の性質を変える加工法です。南部鉄器は東北地方で作られる鉄製の鍋や鉄瓶などのことで、これも職人の技が光る食の道具としてかっぱ橋で外国人に注目されています。野菜の皮を剥くピーラーは世界中で売られていますが、 カッパ橋で売っているピーラーは段違いに向きやすいととても評判です。カッパ橋で売っている商品の中には中国などのアジアで作られたものも多数あります。しかし日本人が企画、開発して製造したものや日本人バイヤーが海外から調達したものには日本らしさや質の高さがあります。 かっぱ橋が支える伝統技術日本はものづくりの国として昔から食の道具を作ってきましたが最近は安価な外国製に押されて日本メーカーは苦戦していますその中でかっぱ橋の店は良い道具を適正価格で売って日本メーカーを守っています日本の地方メーカーカにとって カッパ橋は心強い存在です。先ほど紹介した南部鉄器は約400年の歴史を持ち、鋳造という方法で作ります。南部鉄器で沸かした湯で茶を入れるとまろやかになります。新潟県のツバメ市と三条市は金物の,の町で、合わせてツバメ三条と言います。刃物や金属食器を多く作っていて、 カッパ橋ででも人気の商品です新潟県は米の産地で農業が盛んなのですが江戸時代に突然燕三条で金属製品が作られるようになりました農家の人たちが農作業がない時に日本古来の釘和釘を作ったのが金属と関わるきっかけとされています和釘とは ヨ釘クが日本に広まるまでは日本の建造物になくてはならない日本独自の製法で作られた釘のことです。一般的に釘というと、明治時代以降に輸入されたヨ釘クを指すことが多いです。和釘とヨ釘クは見た目も異なりますが、製造方法も異なります。ヨ釘クは工場で大量生産されますが、 和は一本一本手打ちで仕上げられます。クギには洋釘にはないメリットもたくさんありましたが一本一本手打ちで仕上げられることもあり洋釘より高価でしたそこに安価で高性能な西洋の釘が輸入されるようになって枠木が売れなくなり刃物などの金属製品を作るようになりました 食品サンプルかっぱ橋の名物商品に食品サンプルがあります飲食店が客に料理を紹介する時に使いますが芸術性が評価されるようになりました食品サンプルは料理と全く同じ形をした立体物です日本人が発明したもので飲食店の店頭に置くと客が料理をすぐに理解できます 食品サンプルの素材は塩化ビニールやシリコン、樹脂などです。本物の食材から型を取り、色をつけて、本物の料理のように盛り付けます。カッパ橋の元祖食品サンプル屋は、まるで食品サンプルの美術館。1932年創業の技術で作る作品は、本物より本物っぽく見えます。 かっぱ橋の砂糖サンプルは1925年創業海外からも注文が来るほど確かな技術でテレビ番組の小道具に使われることもあります有名店を紹介かっぱ橋には専門性が高すぎたり店内が狭かったりと観光客が訪れにくい店もあります そこで一般の人が訪れやすい有名店を紹介します高橋総本店は陶器店洋食器店調理道具店があり何でも揃いますデモキッチンでは客が実際に道具を使うことができます和の器電ん釜は陶器のセレクトショップです益子焼美濃焼き 萩焼やき、ありたきといった日本を代表する産地の食器が並びます。まじまや菓子道具店に入って驚かされるのは1400種類のクッキー型でしょう。和菓子、洋菓子、パンを作る道具を置いています。箸だけを売っているのが、箸とう本店です。ユニオンは、 喫茶店やバーが使う道具をほぼすべて揃えています。喫茶店やバーが使う食材も扱っています。双子のマークのドイツの刃物メーカー、ツバイリングもかっぱ橋に出店しています。世界の食道具メーカーからも注目されています。カマーサ商店は、100年以上の歴史を持つ包丁専門店で、 パリに日本の料理道具の店を出しました。カッパ橋から世界への流れもあるわけです。カッパ橋の歴史について動画の冒頭でも少し紹介しましたが、カッパ橋の由来は日本の雨具であるカッパですが、イメージキャラクターに空想上の動物、カッパを使っています。その昔、 カッパや木鉢という人がカッパ橋エリアの土地を整備したことが由来になっているのですが別の説もありますカッパがカッパや木鉢の仕事を手伝ったという話や侍が副業で作ったカッパをこの辺りで干していたという説もあります道具の店が集まる場所としてのカッパ橋の始まりは1910年頃で 最初は小道具屋が数点あるだけでした。当時の繁華街である浅草に近かったことから、飲食店の小道具を扱う店が増えて、道具の町が食の道具の町になりました。現在のかっぱ橋になったのは戦後、1945年以降です。毎年10月9日は道具の日で、かっぱ橋では、 カッパ橋道具祭りが開かれます。食の道具の街、カッパ橋はいかがでしたか。東京に訪れた際には、ぜひカッパ橋にも遊びに来てくださいね。今後の動画制作に活かしますので、感想をぜひコメント欄から教えてください。それでは、また別の動画でお会いしましょう。